おはようございます。エフラン大学生ロボットモザイクです。今日はですね、今自分が注目している人についてね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思いますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、じゃあやっていきましょう。で、今日紹介する方の名前を言うと、今ね、ちょっと画面の下の方に映ってるんですけど、イオちゃんさんチーム、イオちゃんさんとか、吉田イオンさんなんですけど、この方はですね、結構ね、なんて表現すればいいのかっていうのがなかなか結構難しい方でして、インフルエンサーというか、なんというか、TikToker というか、YouTuber というか、自分の中では、メイクアップアーティストみたいなのが、一番いいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、この方はですね、ちょっとね、今、お気づきの方もいるかもしれないんですけど、あれと、画面の真ん中の上の方に映ってる、すごいお綺麗な方と、下の方ナンパされてる方のちょ顔がなんか全然違うじゃないかと。これどういうことなのかっていう思われた方もいるかもしれないんで、ちょっと説明しておくんですけど、実はね、この今メガネかけてるこの少女と、メガネかけてないこのアイコンの人っていうのは、これ同一人物なんですね。同一人物らしいんですよ。はい。で、この吉田イオンさん、吉田イオンっていう名前は、このイオちゃんっていう方が作り出した、なんて言うんでしょう。ペルソナっていうか、キャラクターですね。キャラクターの名前が吉田イオンっていう名前なんですね。で、なんでこんなことを、してるのかというか、そもそも理解ができない人も多いと思うんですけど、この方は、ものすごいなんかその、もともと、変身メイクというか、いろんなメイク、ものまねメイクですね。いろんなものまねメイクの動画を上げられてて、そんな中で、ある時から、吉田イオンっていうキャラクターを演じると。いうふうになったみたいなんですね。で、自分がね、この方を知ったきっかけも、ガーシー風メイクっていう、どうやったら思いつくんだって感じですけど、そういう動画が、YouTube のショート動画ですね、自分のショートフィードに流れてきて、たまたまクリックしたのがきっかけだったんじゃないかっていうふうに思ってます。はい。で、この方はそうですね、さっきもちらっと言ったんですけど、TikTok の方でも結構たくさん動画を出されてまして、今はね、これ YouTube にあの一部なんですけど、いや、そもそも、その吉田イオンっていうキャラクターとは何なのかとか、なぜこのようなことをしてるのかっていう話をしていきたいなっていうふうに、なぜこのようなことをしてるのかって、僕は別に実際してるわけじゃなくて、なぜこのようなことをしてるのだろうかっていうことを僕は考察していきたいなっていうふうに思うんですけど、吉田イオンっていうのは、ちょっとね、さっきも軽く触れたんですけど、なんかあまりパッとしないというか、ちょっとなんかダサい感じな、見た目をされてるんですね。なんというか、そのいわゆる美少女とか、洗練されてる感じではないような。で、これは、どういうことかっていうと、和室界隈っていうのが、TikTok で用いられる会話で、会話って言葉で、ミームであるんですけど、主にね、和室を背景に撮ってるような人で、なんかすごいやぼったいような、ちょっと地味だったりとか、オタクっぽいみたいな、そういうなんか雰囲気をまとった人が、動画を上げてると、この人和室界隈なんだみたいな風に、和室界隈っていうのが、いる人が自ら、いや私は和室界隈だっていう風に主張してるわけではないんですけど、なんとなくその外から見て、あ、この人和室界隈なんだみたいな風なのが TikTok にも実際あって、たまにね、僕が見ててもたまに流れてきたりするんですけど、これがこの和室界隈なんですね。で、これを、うまく利用したじゃないですけど、ここに、どうにかしてこれを利用してじゃないですけど、バズったのがこの吉田イオンさんで、吉田イオンさんは、ものまねメイクをされてることから分かる通り、メイクがね、すごい得意、お上手なんですよ。お上手っていうか、僕は別に判断するような立場でもないんですけど、素人目から見ても、メイクに技術に長けてて、メイクの知識にも、精通してる方だなっていうのが分かるんですけど、そんな方が、あえてですね、普通はメイクっていうのは自分をよく見せたりとかするためにあるはずだと思うんですね。私はメイクしたこともないんで、ちょっとわかんないんですけど、基本的にはなんかその自分を綺麗に見せたりとか、テンションを上げたりとか、いろんなね、目的でされる方多いと思うし、なんかマナーとしてしなきゃいけないみたいな、特に女性はみたいな、そういう風な暗黙な圧力があるのかもしれないんですけど、でもなんか結構その、もともとのすっぴんよりも1段階とか、自分をよく見せるためにするはずのメイクを、逆にそのメイクとか、あとメイクだけじゃなくて、服装とか振る舞いから利用して、和室界隈の人間のふりをして、
でそれでなんか吉田イオンっていう風な名前で活動したら、まあ、結構バズるんじゃないかっていう風に、まあ、考えられたのではないかと、まあ、推測できます。それで始まったのがこの吉田イオンで、もともと TikTok でも動画出されてたんですけど、 YouTube で、そうですね、6ヶ月前ぐらいに動画出されて、ものすごい再生回数を叩き出してますね。こう一発目の動画で、まあ、30万回近くで、ソーラン節踊るってやつなんですけど、まあ、なんて言うんですかね、あのこの方がしてるのはなんかトリックアート、騙し絵ってわかりますかね。なんか平面なのにすごい立体に見えるとか、あの同じ長さの線が片方の線だけ短く見えたりとか、なんか普通に図形を並べただけなのに動物に見えるとか、まあ、そういうのがトリックアートとか言われるんですけど、そういうのと同じようにパッて見た時にあんまりその綺麗じゃないような自分っていうのを見せることによって、この人綺麗じゃないんだって錯覚させた上で、あのメイクバチバチに決まってる、この状態多分分かんないですけど、おそらくすっぴんじゃないんじゃないですかね、分かんないです、メイクしてないのか分かんないですけど、この、まあ、少なくともこの吉田イオンの格好になってない状態をとか、あとまあ普通にね、さっきもありましたけどメイクしてる状態を見せることによって、いやものすごいギャップがあるぞと。でそこで、まあ、記憶に残したりとか、あと、まあ、TikTok って結構垢抜けみたいなのとか流行ってて、いやなんか数年前の私こんな出さなかったけど、まあ、メイクも上手くなったし、あのファッションのセンスも、まあ、良くなってこんな風になりましたみたいな風な動画をパッなんか出すのが流行ってるんですね。なんかその最初の数秒ぐらいは自分の過去の写真を写って、なんか3秒後5秒後とか曲に合わせて、まあ、今の自分をパッて出して、どうだ私可愛くなっただろうみたいな、どうだ私良くなっただろうみたいなのをするのが結構 TikTok であるんですけど、それをもう本当にもう極限までやったって感じですよね。しかもそのいつでもメイクで変身できるから、こう吉田イオンにいつでもなれるからこそ、リアルタイムでこうさっき言った垢抜けの動画は過去と今を比べてるじゃないですか。でもそうじゃなくて、吉田イオンさん、吉田イオンってキャラクターを出せるんで、イオンさんはいつでも今すぐに出せる、あ、まあもちろんあの準備とかかかると思いますよ。で吉田イオンさんの特徴っていうのが、こう胸にこう入れ物詰め物をしてるっていうのと、あと眼鏡がよくずれてるっていうことと、なんかパオン吉田イオンっていう挨拶、あとまあ独特の喋り方ですよね。もう喋り方もちょっと言い忘れたな、そういうのもあるんですよ。でそうやって、まあ、見せることによって第一印象は、あこの人ちょっとダサい人なのかなって思わせといてからのギャップで、あ実はめっちゃ綺麗な人なんじゃんみたいな風なことをする、まさになんかトリックアートですよね。騙し絵的な感じですよね。まあよくもまあこんなすごいことを考えつきますわなとふうには思うんですけど、まあ、ただですね、やはりこういうのを見て、まあ、誰もが、まあ心地よいと感じるわけではないっていうのは、まあなんとなく皆さんね、この今の話聞いている中で、まあ、わかると思うんですけど、まあ、実際この方はミスコンかなんか、ちょっとあんまり自分は詳しくないんですけど、なんかインターネットで主催されてるミスコンかなんかに、あの他の人は結構ガチガチのこう固めてる中、ガチガチに自分よく見せようとしてる中で、あえて吉田イオンっていう格好の状態で、この名前で眼鏡もずらした状態で出場したら、ちょっとツイッターが炎上とまではいかないですけど、まあ、荒れるみたいな事件があったんですね。で、まあ、確かに正直なんかこれってこのイオさんの支持者というか、なんていうフォロワーの人とかのコメントだと、この吉田イオンっていう格好はあくまでもなんかこの方女子大生なんですね。なんか確か学習院とかなんか法政とかなんか G マーチらしいですね。あんま詳しくわかんないですけど、あの高校時代の時の自分があんま垢抜けてなかったから、その高校時代の自分をまあ演出してるだけであって、まあ、その特定のね、さっき言ったこの和室界隈の人を揶揄するような、和室界隈の人のことをバカにするような目的でやってるわけではないんじゃないかみたいな、そういうコメントも TikTok の方で見たんですけど、あるんですけど、でも正直これを見た人とかコメントは、まあ、やっぱりその和室界隈自体をバカにするような感じになるし、そもそも和室界隈っていうのが何ぞやって最初に話したと思うんですけど、別にその和室界隈っていうのはそこに属してる人たちが本人がね自信を持って私たちは和室界隈だって言ってるんじゃなくて、こう他者からねこうそれを見てる側が勝手に、あこの人は和室界隈じゃんみたいな、だからそもそものスタートが部別みたいな、バカにするところからスタートしてて、でそういう和室界隈を自分はね本当はそういう見た目じゃないのにかかわらず、まあ、和室界隈でない人間なのにかかわらず、その自分が
注目を浴びたり、まあ、バズったりするために、まあ、あえて和室界隈っぽい格好をしたりするっていう行為が、まあちょっといろんな人の、まあ、逆鱗に触れるとまではいかないですけど、モヤモヤさせたりとか、まあ、あの今ねアンチみたいな人も出てるみたいなんですけど、そういう人を、まあ、呼び起こしてしまうみたいなっていうのは、まあ、ある種ね仕方ないことなんじゃないかなっていうふうには思いますよね。まあでこれに限らずですけど、あの自分はね過去にもあの垢抜けというか垢抜けの動画出してないんですけど、あの垢抜け研究所っていうのをやられてる立教大学の女子大生 YouTuber の方をちょっと紹介する動画を出したんですけど、その中でも僕は垢抜けみたいなのって結構、まあ、みんなネットとかでも流行ってるけど、実践するそれをするのは難しいし、そもそも垢って自分の過去の姿っていうか、そういうのが垢って体のね必要ない皮とかそういうゴミの部分じゃないですか。そういう風なことを言って切り捨てていいものなのかみたいな、まあ、それ自体が変化しようとしない、まあ、現状維持思考で良くないっていう風な指摘あるかもしれないんですけど、でもそういうなんだろうな、変化するのは難しいし、あとそもそもそれ全部垢というか気にならない部分を洗い流すじゃないですけど、なんだろう、よくありますよね、清潔にしすぎると逆に病気になるとか、潔癖症すぎるとなんかその病気になるみたいな、あの菌を殺しすぎることによって逆に病気にかかりやすくなるみたいな、そういうのじゃないですけど風な、まあ、最近のね、まあ、確かに本当になんか本当に薄汚れたボロボロの服を着て髪ボサボサで風呂も入ってないみたいな、そういう状態っていうのはさすがに他の人に不快感を与えたり、まあ、見た目的な話だけではなく、まあ、匂いとかね、まあ、あまり深くは言いませんけど、そういうのあると思うので、まあなんかそのTPO というか周り迷惑かけない程度にそういうはみ出しすぎないようにした方がいいと思うんですけど、でもなんかあんまりその清潔感追求ブームみたいなっていうのは行き着く先はどこに あるのかなっていうのは、まあ、ふと考えてしまいましたっていう感じで、今日は、まあ、TikTok、YouTube、Twitter でも、まあ、バズってるというか話題になっていたこうイオちゃんさん、吉田イオンさんについて紹介しました。もしよろしければ、まあ、僕のチャンネル登録だけでなく、まあ、この方のね、チェックとか、あの、よろしくお願いします。っていう感じで、最後までご視聴いただいた方、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ではまた。じゃあね。